これなんか深い質問いただきましたよ。すべての人は生きるとき、必ず何かに依存しているはず。そうですよね。そりゃそうですよ。僕だってセブンイレブンやローソンに依存してます。けれどもどの程度までの依存が、健全でどこからが危険か、そのボーダーラインの見分け方は、厳密心理学的にですよ。一般的に言うと、もっともっと、レベルは、ある意味低いところだと思うんですけども、心的に、心理学的に言うと、怒りが生じるか生じないかですよね。依存するっていうことは、相手を頼りにしてるわけで、頼りにしてるっていうことは、感謝も起こってくるんだけど、一方では、なんか、期待外れ、大きな期待外れの時には、それは怒りが、いや、ちょっと頼んだでしょ、とかね。そんなこと言うの?とかね。あるじゃないですか。すごく親しくて、なんかちょっと話、優しく聞いてほしいなって思ってたら、なんか厳しいことバーンって言われて、そら、僕は悪いよ。僕は悪いけど、そこまで言う?みたいな。そういうことはありますよ。そういうことじゃなくて、もうちょっとこの、つまらないレベルでって言ったら失礼ですけど、どうでもいいようなことでも、イラッとくるっていうかね、なんか、なんでしょう、お茶を持ってきてくれて、ちょっと垂らしたとかね。よくわからへんけど。これとこれとかあったらなんでこれもつけてくれへんねんとかね。いや、それはすごく都合がちゃんとあって、ちゃんと生活習慣になってたら、おちょっとないよと、これはわかるんだけど、まあまあ自分で取りに行けばいいじゃないかっていうようなことに、ムカッときたり、イラッときたり、あるいはもっとひどいのに、あれ、私をないがしろにしてるなっていう思いね。軽んじられてるっていうの思いね。本当に勝ち残ってる場合もあるでしょうけど。でも、状況的にどう考えてもそう。その時は、自分の体調が悪いのかなぐらいに思っといた方がいいよね。ですから、どうでもいいようなことで相手に対して怒りが生じるとき、それは、ダムが少しずつ水が染み出しているというような意味で、実はそこからずーっと危険になっていく。はじめの三叉路みたいなね。そこでいきなり悪くはないでしょうけども。そういう意味で、どの程度までの依存が健全で、どこからが危険かっていうと、小さなつまらないことでいちいちイライラしたり、あるいは怒りがポッポポッポこう見上げてくる。相手のいろんな所作について、そうじゃないだろうみたいな。それは、危険な依存の傾向だと、まあ、考えていいんじゃないかなと思います。お互いに注意いたしましょう。名越康文 TV シークレットトークよろしくお願いします。僕が死ぬか番組が終わるかみたいな感じの気分で実はやりたいなと。街のダウンタウン、繰り出す街にレイ